ドレッシングは日本の女性シンガーソングライター。広島県初日市市出身。ドリームランド二十レーシアを中心に活動。ドレッシングの名前の由来はドレスとシング。ディズニープリンセスのようなドレスに身を包み、ディズニーランドのキャストのような MC が特徴。決めゼリフはありがとうありがとう、ナイスファンタジー。もともと姉と姉妹ディオとして活動。 ソロのシンガーソングライターとなった2011年に山口県宇部市で開催された音楽コンテストで入場したことからこの時期は山口県内でも活動していた2014年アナと雪の女王に感動しレッド・イット・号を聴いてディズニーの世界を歌で表現することを目指しファンタジー系シンガーソングライターを自称、ドレッシングに改名2015年からは アイドルイベントを中心に東京でのライブも積極的に行っている。また、地元スーパーマーケットマンソーの店内で流れる曲、マンソーと一緒に、フォーライフツーユーおよび企業 CM、地元タクシー会社ツバメ交通のイメージソング、ウェルカムズーザツバメワールドも担当している。自身の目標は、子供から大人まで時間を忘れて楽しめるディズニーランドのような、 世界観を持った歌い手になること、ディズニー映画の主題歌を歌うこと、そしてディズニーアニメの声を担当することで、近年ではディズニー関連のイベントや映画の PR を担当することが多い。また、入院している子供たちに動くディズニーランドとなってファンタジーな世界を届けたいという目標を掲げていたが、ファインディングありがとうありがとうの企画で2018年8月21日に、 広島大学附属病院の小児病棟を訪れることで実現した。この模様は2018年10月4日の平成ラジオバラエティ午前様様4000回記念大感謝祭で放送されている。また、ドレッシングの悪役的な存在としてグレッシングがいる。黒いミニドレスに身を包んでドレッシングをライバル視し時にファンを挑発する言動を取ることもある。 ドレッシングは独特の言葉を使ってトークを展開するのが特徴であり、これらはドレッシング用語と言われており、これらを紹介するツイッターのアカウントが存在する。ウレッシング、タノッシングのようにわかりやすい意味のものもあるが、頻繁に使われるもののうち一度聞いただけではわかりにくいものを可評に示す。また、ファンや関わり合いのある人物に対し、ファンタジーネームと言われる、 独自の名前をつけている。著名人のファンタジーネームは以下の通り。シングルアルバムシングル、佐々木亮香川博光、ヤルキスと、淵上里奈、友康優也によるスペシャルユニット。作詞、作曲、ボーカルコーラスとして参加。ボーカルとして参加。過去過去ライブラリー株式会社マンソーマンソーの。 新卒採用人事満足ツバメ交通のイメージソングができました。ツバメ交通2017年6月14日、ドレッシングティーやラジックアドレファミニーメガボルト、RCC ラジオ公式 YouTube2017 年6月18日、平成ラジオバラエティ午前様様の新コーナー、ファインディングありがとう、ありがとうから、RCC ラジオ公式 YouTube2016 年4月25日、ファインディングありがとう、 ありがとう、北広島町、土国保育所、RCC ラジオ公式 YouTube 2016年6月29日、ドレッシングちゃん幼稚園の夏祭りで、ドリームランドを歌ったよ。RCC ラジオ公式 YouTube 2017年4月23日、北谷由美子時代から、継続担当。ありがとうございます。